今回第1弾となるんですが、はい、田川先生、今回の参考書は何と何ですか？1冊目は基礎問題成功、はい、もう1冊はヒーローチャート。はい、というわけで今回この2冊をやっていきましょう。それでは本日の参考書はどっち？武田塾チャンネル。この参考書とこの参考書どっちがいいのとか、いや悩みますね。どう違うのみたいな、気になります。その比較する動画をこう撮ってみようと思うんです。あ、こういう人にはこっちがいいよとか、うん、君だったらこれだよみたいな感じで教えてくれるわけですね、うん、あの問題数だったりとか、はい、こうレイアウトだったりとか、まあ、そういう部分をいろいろ比較検討していけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、では高橋先生、はい、今回基礎問題成功と黄色チャートの比較ということなんですけど、はいはい、まあ、とりあえずじゃあその数字的なというか問題数の部分とかちょっと見ていこうと思うんですけど、まずどちらも、まあ、例題を基本メインに使っていく教材なんで、例題、まず基礎問題成功 1A 問題数はいくつですか？135問ですね。はい、黄色チャートの 1A は262問。おお、黄色チャートが多いんですね。約2倍。はい、はい、じゃあ基礎問題成功 2B と黄色チャート 2B は、基礎問題成功 2B が167問、うん、で黄色チャート 2B が361問。2倍以上。なるほど、はい、多いですね。で、じゃあ基礎問題成功の3と黄色チャートの3は、基礎問題成功3が125問に対して黄色チャートの3が238問となっています。これも2倍近いですね。はい、ということで、ってことはやっぱりその3冊全部例題をやっただけでも、だいたい黄色チャート3冊を使った場合2倍ぐらいの量になると。そうですね、うん、時間がある受験生は黄色チャートでもいいかもしれないですけど、その分2倍量があるんで注意が必要ですね。ですね、はい、じゃあ仮に基礎問題成功、はい、まあ、それぞれ 1A、2B、3はだいたい3週間、4週間、4週間で終わらせるっていう、1週だったらね、うんうんうん、っていう目標じゃないですか。そうですね、そのペースで終わらせようとした場合、1週間に何問やらなきゃいけないんですか？ 1A、2B、3それぞれ黄色チャートだと、黄色チャートだと、あの 1A だと22問、 2B だとこれも22から23問、基礎問、申しました、黄色チャートの3だと15問1日あたりですね。そうですね、ただ1週間だと 1A、2B は90台ぐらいやらなきゃいけなくて、うん、3は60台ぐらいやらなきゃいけないっていう。そうですね、そうですね。ってなるとやっぱ結構やっぱ基礎問題成功と比べても量は多いから、うん、時間がある人かよっぽど早い人じゃないと結構厳しいかなと、うんうんうん、基礎問の代わりに黄色チャート使いたいんですって言ったら、うん、同じ時間でやるんだったら20問1日やらないといけないよってことですね、うん、ですね。じゃあ反対に基礎問題成功と同じペースでやった場合、うんうんうん、何週間かかるんだろう。なるほど、どれぐらい時間がかかるんだってことですね、はい、そうするとさっき言ったように3週間、4週間、4週間で終わるところが黄色チャートだと、はい、1A 6週間、2B 9週間、はい、3だと8週間。あ、本当にだから倍ぐらいで、 2B はちょっと問題数多いから、2倍ちょっとかかるっていう感じですかね、うん、そうですね、うん、という形でやっぱそのね、問題数っていう部分が圧倒的な違いがあるってことは、まあ、なんとなく分かりましたね。じゃあでもその多い部分が何が多いのって話になるわけじゃないですか。確かに、うん、余分な問題が入ってるってわけではないなさそうですね、うん、何が多いんですか。そう、そこをちょっと話していこうと思うんですけど、はい、まあ、まずやっぱりその黄色チャートのレベルと基礎問題成功のレベルっていうのはレベル差はそんなないんですよ。レベルは近いんですね、うん、はい、だけどそのスタートレベルっていうんだと黄色チャートの方がちょっと簡単なところから入る、うん、なるほど。でさらに同じような問題の類題とかの、なんだろう、なんだろう、一つのテーマに対しての一個の問題とその類題とか発展問題っていうのがあったりするわけじゃないですか。なるほど、はいはいはい、うん、例えばあの2時間数の最大最小問題のところとかの、うん、要はパターンは基礎問題成功でも何パターンか載ってるんだけど、その派生問題とか、はいはいはい、そのちょっとむずい問題とかになると、はいはい、やっぱその黄色チャートの方が網羅性は高くなるわけです。バリエーションが多いんですね。そう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 、うん、だからってことはその1冊でやっぱこのいろんな問題に挑めるっていう意味だと、すごいやっぱり黄色チャートっていうのは完成度が高いって話になってくる、うん、確かにわけなんですよね、はい、うん、だからあの使いこなせるならそれは黄色チャートの方がいいって話になるわけじゃないですか。でも武田塾のルートって基本的にはその受験学年からやることを想定してたりするわけですよね、はい、逆転合格なんで。そうですね、はい、仮に黄色チャートをね、基礎問題成功と同じ問題数で終わらせようとした場合、さっきの話だと 1A で6週間、2B で9週間、3で8週間、
トータル、23週間かかるわけですよね、はい、しかもこれ1週でやったとしてっていう話ですね、うん、そうですね、はい、ってなるとそれほどもう9ヶ月とか8ヶ月ぐらいはやっぱかかっちゃう可能性が高いと思うんですよね。毎日サボらずやったとしてもってことですよね、うん、ってことはやっぱその相当早くできる人がもともと正解率高い人じゃないと、特に受験学年からやったらまず終わらないんじゃないかみたいな、うん、ですね。そうですね。だからなんだ、使いこなせる力つくけど終わんなかったら結局終わんない問題がね、いっぱいあればあるほど力はつかなくなっちゃうわけだから、うん、ってなるとやっぱその受験学年向きかって言われると、高校1年生とか2年生のこうじっくりいろんな問題こなしたい人向けの、そうですね、はい、ですよね。学生から始めるとまず終わらないかなって、終わらせたことある生徒って本当に一人思い浮かぶかなぐらいの感じですもんね、うん、しかも下手すればそれしか終わらない可能性が、そうですね、はい、あるかなと。ただその分レベルの飛び方とかはやっぱりゆっくり緩やかだから、やっぱりすごいその問題のチョイスっていうのはもう本当に何ていうか、便宜左右うがつじゃないですけど、まあ、必要なもん全部フォローしてくれてるみたいなところかなとは思いますよね。であと解説っていう部分でいうと、やっぱ基礎問題成功の方が若干その行間の説明というか、はい、そこはやっぱ詳しいかなっていう、丁寧ですもんね、うん、基礎問題成功は、うん、はい、黄色チャートが不足ってわけじゃないんだけど、あの黄色チャートは結構習ってる人向きな解説のイメージがやっぱ強いかな、授業を受けた後にやるみたいな、うんうん、だから問題の難易度そのものには差はないんだけど、網羅性っていう部分、あとは解説の何だろう、こう誰目線かっていった時に、ある程度できる人向けの黄色チャートと、結構できなくてもそこに追いついていける向けの基礎問題成功みたいな、解説にも差がありますね、うん、はい、っていうところなんで、まあそのあたりが結構大きな違いかなっていうふうに思いますね。結論としてどっち使ったらいいんだって話になると思うんですけど、はいはい、結論はやっぱり受験学年じゃなくてじっくり時間が使える、もしくはある程度正解率が高い状況から始めるなら黄色チャート、うんうんうん、だけど数学を結構ゼロスタートとかでやって、やっぱその最低限の量をまず完璧にしていって、あの一通りを網羅したり、はい、必要最低限、はい、で短時間である程度終わらせたい人なら基礎問題成功っていう、そうですね、うん、はい、感じですかね。なので、まあね、時間があるなし、網羅度、あとは解説の難易度あたりで比較検討してもらえればと思います。というわけで、はいはい、今回は以上です。大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。